FM ルーシンド DJ のルーシンです。今日はお便り紹介の方をさせていただきたいと思います。ですね、1月の途中からですね、結構僕の私生活の方が忙しくなってしまいましてですね、お便り紹介の方がちょっと遅れてしまったんですけれどもね、まあ読み上げさせてもらいたいと思います。1月の19日、三田村龍心さんへ。デジオワールドのペロリです。龍心堂の810と811を聞かせていただきました。メールを読んでいただいてとても嬉しかったです。自分の書いたメールを声に出して読んでいただき、その声を聞くと不思議な感じがしました。デジオの非日常が始まったかなと思いました。後半に現在の活動についての葛藤を話されていましたね。何かをやろうとする集団の中心になるというのはとても大変だと思います。だけど中心になれる才能を持っているのはごく一部の人で、誰でもなれるわけではないのではないでしょうか。龍心堂を通して龍心さんの活動を拝見していると、龍心さんはその才能で満ち溢れていると感じます。デジオ銀河がその証拠です。龍心さんの引力に惹かれて銀河にデジオが集まっています。僕もその一人です。僕は何も世の中に自分の意思を送り出すこともせずに、人の作ったものを消費してばっかりだったなととても後悔しています。自分で何かを作り出すことを忘れて、人に何かをしてもらうことばかり考えていました。そんな僕から見て龍心さんの生き方はとても素敵です。龍心さんのデジを聞いていると、もし自分が龍心さんのような考え方を若い時に持っていれたら、こんな人生だったのかな、あの時選択が違っていたらと思います。取り留めもないことを書いてすみません。最後にこの間心に響いた詩を紹介したいと思います。きっと元気が出ると思います。よろしかったら見てください。ペロリよりということで、ありがとうございました。誤字脱字の箇所があった部分は僕の方で読み上げの中で、保管させていただきました。もしその保管の仕方が間違ってたらすいません。それで最後に、この間ペロリさんが心に響いた詩を紹介したいと思いますということで、紹介してくださってるんですけれども、これ結構有名な歌の詩なんじゃないかなと思うんですね。ちょっと僕もちょっと詳しくなくてわからないんですけれども、題名が私には家がない靴もないっていう詩なんですけれども、ちょっとこの詩がちょっともしかしたらその著作権に提発しちゃうかもしれないっていうこととですね、ちょっと詩がかなり長いので、ちょっと今回は、省略させていただきたいと思います。本当にペロリさんありがとうございます。制作に関する葛藤とか悩みっていうのは本当に尽きないもんだなって思うんですね。僕受験生の時に本当に苦労したんですよ。いわゆる自分の見たものを見たままに書けない、いわゆる写実的なデッサンがなかなか習得できないっていうことで、自分が今まで生きてきた世界っていうのがどれだけその写実っていうものから遠かったんだろうっていうのがね、その受験の時に分かったんですけれども、これはでも僕は今になって思うのはですね、世の中をいわゆる写実的に見ている人と、いわゆるその詩とかポエムとか想像の世界
と織り交ぜながら見ている人っていると思うんですよね。だから非常にその、あの想像の世界で生きている人にとって写実を求められたり強制されるっていうのはすごく辛いことなんですよね。それで、まあそれ受験の話だからまたちょっと話はずれちゃうんですけれど、まあそれから大学入って、まあ今大学院まで勉強してきて、何か変わったかなっていうと、やっぱり物を作っていく時の悩みとか葛藤っていうのは全然変わらなかったなっていうことに気づくんですよね。だからすごく辛い時があるんですよ。それでその苦しみっていうのはなかなかね分かれないんですよね。それで僕がね本当に辛いなと思うのは、自分の周りにいるクリエイター関係の方ですよね。ものを作ったりしている人たちも同じその創作の苦しみとか現場の苦しみっていうのをどっかで分かってるはずなんですよね。ジャンルは違いでも。だけれどもそういった友達と話してるとなんか分かんないのかなって思う時も出てきちゃうんですよね。だからその共有できない同じもの作りの世界にいる人同士なのに共有できない感情っていうのがあって、それはね本当に辛いことですね。それはねまたちょっと個人的な制作の中であるなんていうか葛藤とはまた違うんですよね。それでちょっともう一通お便りいただいてるんですけれども、その方はちょっと次回に回すとしましてですね、ちょっとこの話を続けたいと思うんですけれども、僕大学院に入ってからその一人で作ってることっていうのからちょっと脱却したいなっていう思いがどっかにあったんですよね。それでその多分僕は時間があったら多分一人で何でも作ってでそれでやっていく人なんだろうなっていうのはもうこの何年かの中で分かったんですね。だから今度は人とやり取りをしたいなっていう気持ちが芽生えてきたんですよ。なんかその自分の中だけで完結するっていうことよりももうちょっとその人と自分っていうのはなかなか分かり合うのは難しいんだけれども、なんかこうアートを通してもうちょっとこう自分と人のそれぞれの領域を広げていけるんじゃないかなっていう思いがどっかにあって、それでなかなかその人の考えを自分が読み取るっていうのは難しいし、自分の考えを人に分かっていただくっていうのもすごく難しいことで、やっぱりたまにこういうのっておせっかいなことなのかなとか余計なことなのかなと思う時もあるんですよ。で、やっぱり行動するとなんか問題が起こったりトラブルが起こったりするので、やっぱりその前までと苦労する部分が変わってきたなっていうふうには思います。ペロリさんの方からもですねメールの方でいろいろとですね応援してくださってりまして、本当に僕はありがたいと思ってるので、本当にこちらこそっていうことでお礼を申し上げたいなと思っております。本当にありがとうございました。なんかこのですねメールの読み上げの構成が810回と811回と同じになっちゃうんですけれども、この次回のですねメールの読み上げがナオミさんなんですね。はい。なので、メールの読み上げは次回に、そのまま続きたいと思います。では、失礼いたします。